ダンキラボーイズビーダンシング。皆さんこんにちは。こんにちは。今回この振りをレクチャーさせていただきます、ビートバディーボーイのしんすけです。りょうです。ダッシュです。この Need the Power の振りはですね、ヒップホップというジャンルのダンスになってまして、とても躍動感のある楽しい振り付けになってます。ダンス経験者もそうでない方もみんなでこの振り付けを覚えてですね、楽しくダンスしていただければなと思っております。というわけで早速レクチャーしていきましょう。しっかり手を叩く感じでリズムに乗りながらシャムロック、フォーメーションチェンジ、大きくポーズ、リズムに乗りながらここで手を大きく広げる、腰を落とす、三つポーズ、次の人にソロをパスしていきましょう。イエーイ。しっかりポーズ、うなずく、うなずく、リズム空き、引いてキック、スライド、腕回してステップ、中央に集まってきます。スローモーション、前の人を引く、引く、しっかり大きくソロして、ここは本来バック転ですけどサイドスライドでもかっこいいと思います。手をはっきり使いながら振りを踊りましょう。ここは滑らかにで、シェイクしてシュート、天を仰いで震えるよ。ここはサビなので体を大きく使っていきましょう。手を回して天井につくぐらい手を高く上に上げる。しっかりポーズ、投げる、それをしっかり受け取りましょう。リズムに乗りながらフォーメーションチェンジ、感情を込めてソロ、手を使いながらフォーメーションチェンジ、ステップは軽やかに移動しましょう。しっかり指を刺す、ラストはしっかりポーズ。5、6、7、8、アップのリズムで2回キック&スライド、脇腹を締めてダウンしたら手で払います。ウェーブ2回したらダウンしてポーズ、ポーズ、ポーズ、そしたらソロに続きます。5、6、7、8、ここは泳ぐようにゆっくり3回、はい、そしたら右足を出してシェイク、タン、タッタッタン。この後は後ろの2人はシャムロックを2回します。しっかりつま先に体重を乗っけて移動しましょう。そしたらダウン、その時に前の人はシュートダンスといって足を後ろに下げて手を下げます。これを同時に1、2、3回、そしたらダウン。この後は天を仰ぐように手を大きく広げます。そのタイミングで3人が下から上に震えてやってきます。ここまでを頭からカウントでやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。次はサビの振りをパワフルに元気よくやっていきましょう。はい、まずはじめに、そのサビで使うリズム取りを細かく説明していきたいと思います。はい、まずは体を後ろに、
はい、次は前、後ろ、前、後ろ、前。この時にしっかりお腹を締めながら緩まないようにやっていきましょう。はい、次は、正面で足と手をつけてやっていきます。5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 1 and 2。はい、ここまでいいですか。この時に左に体重を乗せて左足が軸でターンをします。ターンをしたら左に振ってターンターンターン。はい、右左右と体重を乗せていきます。右左右。はい、この次におーおーおーとくるんですけども、この手の動きを、サビの手の動きを説明していきたいと思います。まずは両手を使って手を内巻きに、その次に頭の後ろに手を乗せます。そしたらここからまた返ってきます。外回りトン。はい、この動きを右左交互に1 2 3 4 1 2 3 4。はい、少し早めに1 2 3 4 1 2 3 4。これを右から大きな波が押し寄せるように、いいですか。1 2 3 4 1 2 3。もう一度1 2 3 4 1 2 3。はい、ここまでの流れを頭からやっていきましょう。5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 ta ta oh 1。それでは実際に踊っていきましょう。ボーイズビーダンシング。コナミ